中間貯蔵環境安全事業株式会社は日本環境安全事業株式会社法によって設立された日本の特殊会社環境省が所管する旧環境事業団が行っていたポリエンカビフェニル廃棄物処理事業を引き継ぐため2004年4月1日に環境省が監督官庁となり設立されたそもそもポリエンカビフェニルは 日本で1954年に製造が始まったが、1968年に起こった金見輸送事件をきっかけに、1972年の生産、使用の中止等の行政指導を経て、1975年に製造及び輸入が原則禁止された。2001年には、ポリエンカビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が制定され、 2016年までにポリエンカビフェニル保有者は処理をしなければならないと定められた。そのため、日本環境安全事業株式会社が受託処理を行っている。2014年12月24日、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律が施行され、関係性省令を整備し、法律名が中間貯蔵環境安全事業株式会社法に、 会社名が日本環境安全事業株式会社から中間貯蔵環境安全事業株式会社に変更されるとともに同社の業務に国等の委託を受けて行う中間貯蔵に係る事業が追加等された。これを受け同日付で会社の称号等の変更や福島県いわき市に中間貯蔵に係る事業を実施するための事業所中間貯蔵管理センターを設置。 北九州事業所大阪事業所が入居するオークプリオタワー。ありがとうございます。